2022年10月18日、佐藤修一ライブでございます。広島県内のね、行政課題、いろいろありますけれどもね、芸備線の存廃問題というのも非常に、ね、大きいところですよね。JR 西日本は輸送密度でね、廃車ありきという方向でね、動いているというのも、これも事実です。まあ、これに対してね、広島県知事のね、湯崎さんはね、これに対して JR 西日本に対してはね、批判をしている。これはね、当然のことですよ。そもそもね、ネットワークを、ね、維持するっていうのがね、1987年のね、国鉄民営化時の、ね、約束ですからね。そしてね、そもそも輸送密度が低いからそこだけを切り取って廃止っていうのもネットワークね、鉄道がネットワークであることを考えればおかしいの。それもそうですよ。ただね、JR 西日本は民間企業です。ね、なおかつ法改正でね、撤退の自由を認める規制緩和してしまってんです。ね、だから一方的にね、法律ね、だけで言えばね、もう撤退されても文句言えないとかね、切り捨てられても文句言えない状況もあるんですよ。だからやっぱりね、根本的に言うとやっぱり、こういう規制緩和をね、やめさせると、国にやめさせると、撤回させる。ね、場合によってはね、再国営化とかね、そういったところね、せめて上下分離方式、そういったところまでね、させていくってことがね、大事じゃないかなと、ね、私は思いますけれどもね、規制強化ですよね。そこに踏み込まないとね、国に対してもしっかり言っていかないといけんと思いますね。それから広島県自身もね、反省をしていかんといけんと思います。沿線自治体ですよね、芸備線の秋田方市、三好市、庄原市。ここはやっぱりね、さびれさせちゃったんですよ、県の政策が。ね、だから、合併後の市町村にね、県の権限のね、仕事を移動してね、で、県の職員、その地域にいる県の職員を撤退させる。それが市の方もね、合併してね、効率化したってことに、ね、これね、これ減らされちゃうわけですよね。で、地方交付税交付金も結局はね、以前のね、自治体の合計よりは減らされる。これだと、ね、衰退しても当たり前ですよ。ね、やっぱそういう強引な合併をしたことについてのね、反省っていうのがないとね、やっぱり、しっかり反省してね、やっぱりそのね、実はね、足りないね、公務員については増やしていくと。ね、教育についてもそうですしね。まあ、防災とかね、コロナ対策ね、医療ね、こういったところも足りない。そういったところをしっかり補充していくってことはね、大事ではないかなと思いますしね。まあ、しっかりね、その会もね、農業に対する支援とかも含めてね、地域の振興とね、セットでやっぱりね、やっていかないとね、JR で。やっぱり、芸備線の存廃問題。ね。これは、存続はね、芸備線の存続はやっぱり地域の再生とセットであるというふうに私は思いますね。それでは皆さんね、今後の予定とご協力のお願いということもね、10月20日ね、所属する労働組合の執行委員会があります。その後ね、また、定例の街頭やね、それからもちろんね、ズームミーティングもやっていきますんでね、ぜひね、よろしくお願い申し上げます。まあ、介護のね、解約に反対する署名運動もね、街頭でやっていく予定です。そして11月6日、食料問題と広島、原田よし子先生のね、講師の勉強会、ぜひご参加お願いいたします。そしてね、来年の4月の、県議会議員選挙、統一地方選挙の県議選、朝南区、それに向けました、講演会活動、強化してまいります。ぜひね、何があっても心配するな。そういう広島を、ね、作るために一緒に活動してくださる方、よろしくお願い申し上げます。それでは皆さん、本当にね、ありがとうございました。失礼いたします。